가서 뭐 길게 주가? 기모치노이 가세다마. 戦争にいると息が詰まっていけねえ。その学校のこのこにやってるじゃないか。俺は荷を積み下ろしする人足。お前さんは臨時の水夫。ちょいと働く代わりにエルシアまで乗せてもらえるとはな。おまけに飯は出るし、ロギンも稼げる。まさに一石三鳥だぜ。 バルバロス船長か。顔はいかついが、なかなか出来た人だぜ。おかげさまで港に着いたらすぐ次の目的地へ向かえそうだ。名残惜しいが、これでサンドリアとのおさらばだな。そして、ようこそ次の新たなる冒険ってわけだ。 これからもよろしく頼むぜ、エイボ。それでアドルよ、今度はどこへ向かうつもりだ？このままスニオンの港に着けば、 その先はグリーク地方だが。<笑>詩人にでもなったつもりか？ルタのやつじゃあるまいし。本来ならアフロカ大陸を西へ迎えるとよかったんだろうな。おいおい、まさかアルタ号へ渡るつもりだったのかい？ カシュ。<笑>そのまさかさ、アドルは以前からアルタ語に渡る手段を探してるんだ。呆れたな。アルタ語公国とロムン帝国が紛争中なのは知ってるだろ。 あの海域に立ち入れるとしたら、それこそロムン艦隊ぐらいだよ。冒険家とは聞いてたけど、そんな無茶を考えるなんて。なあ、こいつといると退屈だけはしないぜ。アドルが歩けば冒険に当たるってね。 カシュ、お前さんもどうだい？ 遠慮しておくよ。ところで二人とも休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。もうそんな時間か。どれ、それじゃもうひと踏ん張りしますかね。 アドル、また後でな。 そうだな。見張り台の仕事は一通り覚えてもらったし、アドルはバルバロス船長のところへ行ってくれ。仕事が一区切りついたら船長室へよこすよう言われてるんだ。船長室は甲板の後方にある。よろしく頼んだよ。
アクアクター。おう、ようそろアドルだったか。よく来てくれたな。まずはかけたまえ。さて、君は確か冒険家ということだったな。ならばセイレントを知っているか。いえ。そうか。このゲーテ界は多島界と呼ばれている。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域なのだ。だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島。それがセイレン島だ。確かに海流が複雑な場所だが、船が沈む明確な理由は分からんのだ。5年ほど前にもロムンの調査船が島の近海を訪れたのだが、岩礁もないナイダ海に突如引き込まれたと聞いている。セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば、永遠に呪われた地というわけだ。それはアドル、君の質問に答えられる者はこの世にいない。なぜならば、上陸して戻った者が過去に一人としていないからだ。ゲーテ海の船乗りですらどんな場所なのか誰も知らないのだ。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまったようだな。この話は新米の水夫に必ず聞かせる類のものでな。歌集などは震え上がって船室から出てこなくなってしまった。君はなかなか見込みある若者のようだ。よし、前置きが長くなったが、君に頼みたいことがあるのだ。この船は乗客を迎え入れるごとにささやかな歓迎会を催している。アドルにはこの歓迎会の警備に当たってほしいのだ。なに、こう見えて用心深い方でな。乗客の安全を預かるからには万全を期したいというだけだ。具体的な段取りは後で歌集にでも相談するといい。それでは頼んだぞ、アドル。私は船長のバルバロスです。この度は旅客船ロンバルディア号にご乗船いただきありがとうございます。全長が50メライある本船は4本のマストを有しておりまして、
サンドリアとエレシア大陸を結ぶ航路では最大級の進路確認。ホース
絞れ。さて、
さてと。何事だ？わかりませんが、何かにぶつかったようです。バカな、この海域に座礁するような場所はないはずだ。すぐに確認を取れ。あいあいさん。島から距離は取っているはずだが、まさかな。なんだあれは。ん？何の騒ぎだ。We'll be right back.
壊れてしまうのである。やるではないか。キャッ、かっこいい。すげえよ、スイフの兄ちゃん。お疲れさん、さすがはアドルだぜ。それにしても、今のは一体何だったんだ。巨大なイカか何かの足のようにも見えたが。っておいおい、